はい、では皆さん、新年明けましておめでとうございます。はい、明けましておめでとうございます。かっちゃんです。むいです。さあ、今年2023年。23年でございます。の元旦を迎えました。迎えました。はい。はい、本当にもうとうとう5年目を行こうという時期ですね。あとちょっとで5年。そんなになりますな。ねえ。お互い年取った。年取った。さあね、仁田さんや、スバルくんや、山口くん。もうね、去年のことは忘れて、今年からまた新たなことをしましょう、みんなで。はい、新たなこと。はい、新たなことといえば。そうだな。まずこのちょっと質問読むところから始めようかな。はい、そうですね。あの、質問コーナーの一つ、はい、に、お疲れ様です。Gチャーハンの名前。お疲れ様です。Gチャーハンの名前の由来って何なんですか？どこかに書いてあったらすみません。その由来を書かないです。言わないです。はい、このGチャーハンという名前に関してなのですが、はい。まあ、ノリですな。あの当時は、なんていうの、チャンネル作った当時はこんな、なんていうの、心霊一色のチャンネルになると思ってなかったので。そうです。はい、もっとなんかいろんなことやる、あれで。そう。まあ僕らがまあ飲食店であったっていうことで、まあ手っ取り早く思いついたのがGチャーハン。そう。で、うん。まあで、うん、名前に関してはもう正直ね、その場でムイがつけて、うん、なんていうか何やるかも決まってないから、そっちの方向にね、さっさとシフトしたかった。ネームセンス、ネームセンス全くねえなと思ったもん。聞いた時。で、まあ、由来はまあそんなね、ほぼほぼ無意のノリということで、そう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 、特にこれっていう理由はないです。ないです。すいません。というかなんならGチャーハンという名前すら未だになんていうの仮決めのままの体だったからで、ね。いつかどっかで名前は変えるっていう系ではいたから。思ってたんですよ。うん。だってさ、仁田さんも来年は心機一転。花さんな。花さんに変わって。まあ、俺らも僕らもまあ、心機一転として、花さんをパクろうかななんて思って。名前決まりました。新しい名前が。はい。ついに我々、そう。解明しようと思います。解明しようと思います。せっかく名前の由来聞いてくださったのになんか申し訳ないです。そう。他に何か質問あった？他の質問、いや、とりあえず名前の発表からね、名前の発表。行きたいと思います。行きたいと思います。もうね、ごめんね、僕ね、字が汚くて。うん。何度も何度も失敗して、色紙3枚入りの100均で買ってきたやつを、30枚も買ってきてしまった。10枚。10セット。え？そんなに？うん。全部失敗して、もういいやと思って、これ、もう、コピーしたもん、俺。では、発表します！はい、発表します。我々新しい名前は、でで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 でん、でん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 でーん！気になる？みんな。では、発表します。はい。緊張すんねん、俺。めちゃめちゃ緊張するな。うん、どうしよう。見せるのやめようかな、このまま。嘘だろ、ここで名前変えるプランなくなるの。は？いや、緊張するじゃん。緊張しへん、こういうのって。では、発表します。俺緊張しない、緊張してないな。嘘。俺めっちゃ緊張する。では、発表します。でん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 。でん、東京。オリンピックが東京に決まりました。さ、東京。わざわざネタ仕込んでくるかね、ここで。どう？この発表何年前のネタ？5年ぐらい前ですよ。5年、6年。いや、向こうにおる、向こうにおるよ。アイクさんにしろよ。ハヌさんにしろよ。すげえ期待してるぞ、絶対。絶対よ。山口くん絶対ビール吹いてるぞ。皆さん、ムイもマジで知らんかったからね、このネタ。このネタね、僕だけなんですよ。この東京は。これ言いたかったんですよ、すげえ。
もう。ああ、面白いでしょ。こういうサプライズもいらない。今一瞬俺、なんていうの、その、あからさまに文字数違くって、あれ俺の知らんところでまた名前変わったんで、今ちょっと焦ったもん。すげえダメで出てきた。面白いな、今の。どうどう英子さんにしろ。ボランティアさん。違うよ、これ名前じゃないからね。これ、Tokyo。ダメ冗談だよ。本当に申し訳ないですけど、めっちゃ字は汚いです。僕の字ですから。あなた書いてくれなかったから。違うよ。かっちゃんが書くことに意味があるんだよ、これは。ないなぁ。あるんだよ。あるんだよ。これが正式、本当に、これから僕がやっていきたい。うん。思いを、思いしたら、重すぎる。で、発表させていただきます。では、皆さん、これが僕らの本当の名前です。見えるかな？まあ、見えるんじゃないかな？うん。なんか変な風に見えへん、あれ。これ、心霊研究家、ムイ&カッチャンネル。これになりました。はい。名前が変わります。そう、変わります。このからね、これになります。はい。心霊っていうのをもう、心霊とは言わない、違う。でした。人の話聞いてよ。心霊っていう、ジャンルっていっぱいあるじゃん、もう。まあ、僕らは霊感というよりか、霊視。要は、この霊視研究家っていう名前をつけたのは、むしろ、画面の向こう側さんに、の目に合わせて、見せたい動画、をしていきたいなと思って。テレビの前っていうか、その画面の前の視聴者に、そう。映像を送れるような。そう。それって霊感じゃなくて、霊視って僕は思ってるんですよ。だから、この、霊視研究家っていうかも、かにしてみたんですよ。科捜研みたいに。本来は家なんです。研究家の家は家だとは思うんですけど、僕はもうこっちを選んだんです。研究家の、研究する。まあ、試すっていう意味だな。ムイ君には確かに家っていう研究家の家にしたんですけど、僕はなんかそれとはまた違うなっていう気持ちになって、こっちの研究家の顔に変えてみたんですよ、僕が。はい。うん。だから字は間違ってるかもしれないけど、僕の気持ちの顔はこっちだなっていう。うん。試したい。だから、うん、要は科学で解けないものを研ぎだとかわけわからんことをやってるやつもいます。うん。そういうのをやっていこうかなと。そう。で、この間にしてみたんです。ほんで、ムイ&カッチャンネル。カッチャンとチャンネルを、ちょっと語呂合わせみたいに合わせてみました。これ、星しと、あげますよ。これしかないですから。それ先に言う。はい、今これね、色紙、カッチャンが、カッチャンの直筆で。トキュいる？いや、トキュ欲しいって人にだったら送るけどさ。俺これ考えたんだけどなぁ、綺麗に作って。はい、こっちの色紙、1名様限定で、はい、視聴者プレゼントしますので、欲しい方は、どうしようね、ムイのツイッターに連絡来てくれると。うん、郵便局止めでいいですから。はい、住所じゃなくて、何々郵便局止めとか、うん、まあ、住所でもいいですけど、送ってくださるとね、うん、はい、ムイが送料負担して送りますので。僕の指紋でもつけてみましょうか、証拠でピチャって。裏にサインでも書いといたら。サインねえし、俺。サインなんて考えたこともねえわ。欲しいんだったらかっちゃんに裏にサイン書かせるよ。どうやって書くんや、俺。それ。これ日付書いて、送れますよ、本当に。元旦に書いて、昨日書いてばっかですから。はい。出来たてほやほやの色紙ですから。このアンドっていうのはすっげえ難しかったんやんて。全然いいアンドがなくて、すごい苦戦したんだけど、未だに気になってない、気にしてるんですけど、僕ここ。
これ、まあ、本当に冗談抜きで欲しけりゃどうぞ綺麗になりますよならんかな。そうですね、ある意味世界に一枚しかないからねそうだなはい、というわけでこんな感じで名前変更いたします。名前変更します。研究家、心霊研究家、まあいわば今日もね、持ってきたんですけど、僕研究するために何を研究するか。あ、ついに、うん、あのね、本当にね、皆さんが皆さんの目線に合わせた動画を撮っていきたいで、うんと、コメントにもたくさんあるんですけど、ここだけ僕説明していきたいです。見れないとか見えない、感じない、あー、かっちゃんの送った映像がまだ見えてない方、うん、はい、そう、見える人はもう見えるんですよ、すぐにでも。うん、うん、だけど見えない見えないって言って焦っちゃいけないです、うん、焦ることは何にもないです。ただ僕らが僕が映っとるシーンを見る感じで、遠く、後ろの遠くを見るような感覚で見てると、そしてインスピレーションパーンってきたものが映像なんです。これかな、あれかなって迷っちゃいけないんです。バーンってきたものが、それが、送られたものだと思っていればいい。それが間違ってるのか間違ってないかは、答えはないです。僕らも、前までは、もう、止まらずにポン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 って流してたから、バン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 ってくるから、その、どこが見られて送られてくるかっていうのは人それぞれ違うんです。それはもうそれ正解なんですよ。見えたことに対しては正解なんです。だから今回はもう名前を変えることによって立ち止まったり、うん、立ち止まってきちんと霊視を送ります、はい、そしてまあ今までだとオーブを取ったりとか言ってたけど、今回はここに誰々さん、こういう人が立ってます、こういう風なっていう、まあ噛み砕いて話していきます。その中でも映像が見えるような感覚で、僕は今からずるっと今後やっていこうかなと。はい、うん、視聴者の皆さんついてこれますか。ついてきてください、うん、はい、なんか焦、お願いします。見えないから焦るっていうことはないです。人それぞれの、感覚だけど迷っちゃいけないです。もうバンって来たものが、それが来た映像だと思えばそれで OK ですから、うん、よろしくお願いします。そっか、こういう感じかなってイメージしたやつとは違って、いきなりなんかその思ってもないけど何か映像が出たら、そう、それが変な話、はい、皆さん言いますけど、歴史で何も見えませんとかおっしゃるけど、はっきり言って歴史400年も前のことをなもんボン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 探っていくんです、掘っていくんですよ、僕がね、はい、そこで見えたもの、僕だってそこを見えてるんだから、同じものが、うんうんうん、だから朝だけが見えなくても他のもの、浅井家のものが見えなくても他のが見えても当然なんですよ、うん、そこに400年も前の、400年から今の現在までの映像がたくさんあるわけですから。ああ、はいはいはい、うん、だから間違っとるとかそういうのは感じなくていいです。僕もだっていきなり400年まで行って探るわけじゃないか、400年見ながら飛ばしてるようなもんですから、うん、100年200年300年と掘っていっていくから、そうそうそう、そこの100年200年の節目の映像がワンチャン見えてもっていう、おかしくないです本当に、うん、だから私が見えなかったっていう人は見えなくてもいいです。この子その遠くを見るような感覚で映像を見るで集中する、うん、うん、見たい見たいって思うんじゃなくて、うん、見えなくて当然だって言って頭をなんか空っぽにしてパッとやってると、バンという映像が一気にいつか必ずボンってきます。びっくりするぐらい、うん、そうだからね、そういうね、もうこれまあ確かに心霊もやってきます、ずっと、はい、うん、心霊スポット巡ってっていうのももちろんやっていきます。うん、そこでもう視聴者さんたちが見えたっていう、その何、声がいっぱい増えるように僕はしていきたいなと思ってます。はい、うん、お腹いっぱいシリーズもやるからねしてほしいっていう人いるもん
まあそこに関しては、うん、ネタさえあるんだったらお任せしますが、そしてここに、僕オプションで、これをもらった人にいいことが起きるように一応呪文っていうか念を送っておきます、念を送り入れてきますものでそれはさ、かっちゃんが何かいいこと送るように念を送りました、うん、でどうせ梱包作業やるの無理でしょとかさ、いろんな人が触るけどさ念落ちない大丈夫、それは梱包っていうか最初に袋には僕が入れますもので、あーん、うんうん、だからここに僕本当に良くなるように、そこら辺のなんか綺麗な絵を描いた開運の絵を描く、買うよりか絶対にいいと思いますから。うん、送料無理が持つから無料だしな、うん、これ。うん、無料。無料で、一応1年から2年ぐらい持つぐらいの、怨念を入れてきますもんで。で、もし本当にね、届いた時に、自分でここに、自筆で自分がなりたいこととか、書いて、ほんでタンスにしまうのはやめてなタンスの上か見えるところに、見えるところに自分の部屋でもいいから、100均で買ってきた立て買ってポンって立て替えといてくれたら嬉しいな。おお、うん、そしてその願いが叶ったらコメントください。おお、うん、どうこういうオプションどうは多分視聴者に向けてどうこれ面白くない。まあ細かいことは多分概要欄にね、動画の概要欄に貼り付けておくので、うんうん、詳しいことは動画で見て、はい、後でまた詰めますので話を、うんうん、ではこれのお話終わり、もうぽいと、トキオはどうこれ、トキオトキオネタになるよありがたみがゼロなのよこれは冗談ですけど、本当に今後むいくんの送料破綻が起きるかもしれませんから、ますます送るかもしれませんからもし本当にこれがね願いが叶ったならば、本当に私も欲しいっていうならば書きます。あ、言ったな言ったなきっと多分逃げるなこれ本当にこれで本当に効果がありましたっていうならば、月に一度とか、あ、うん、書いて定期的に誰かに送ります。そしてまあ願い事が分かんねえからさ、その人の、うん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 、分かんねえから一応叶う石も置いて、俺が買ってこうパワーストーンをどんどん付録が豪華になっていくんだけど豪華になりません、それ以上のものはつけません。うん、何、色紙とパワーストーンと、うん、かっちゃんのありがたい念が入って、うん、念が入って本当ならば34,389円ですけど、うん、送料負担、送料負担そして消費税込み0円税込みとはって本当に興味のある方はDM でください。どう、はい、ジャパンで高田のように言ってみたいんやけど本当にこれ皆さん本当に僕本当にマジで念を入れてパワーストーン入れて、うん、僕が放送します、誰にも触らさせないように。あとはムイ君に渡して、ムイ君が封筒かなんかに入れて送ればいいのかな。封筒に入るんかこれ。封筒っていうかなんか紙のあれに入れて送らさせていただきます。本当にね、本当にレアな人たちがいるならば本当に来て面白半分でいいです、
まあ、なんか願い事叶ったらいいよねぐらいのノリで。そう、うん、どこに書くかちゃんと僕、し売ってきますから。うんうんうん、うん、これにもルールがあるから。ほー、うん、だからここに書いてねって書く場所ないぐらいシールベタベタ貼ってここに書いてねって。本当にこの余った紙でお手本書けばいいんじゃないの。でもこれ本当に欲しいってやつ来るかな。俺全然ゼロだったらちょっと泣くけど、でも本当開運の絵よりか多分絶対いいと思いますよ。まあそうですね、うん、なんていうかかっちゃんの霊感すげーって信じてる方なら価値あるんじゃないかなと思う。霊感は送らないから。ラッポンを聞きましたとか、ね、そういうことはさせないから心配しないように、うんうんうん、本当に、うん、こんだけオプションつけて送料無料。どうなんだろうね、わかんない。でもなんか欲しい人はまあいるんじゃないの。いるかな。なんか俺すげえ怖い、こんなこと言ってまったけどさ、これどうなんやろう。一人か二人だったら抽選もクソもねえもんな。二人ぐらいだったらもう逆にもう一枚書いてって頼むけどね、むしろ。うん、二人だったらもう一枚書きます。なんていうか、そんな10人とか20人とか来るようだったら、ああ抽選でいいやってなるけど、うん、もう二人だったらもう一枚書きます。僕、TOKIO の下書けますから。パワーストーンって何、今家にあるやつじゃなくて新しく買ってくるんですか。願い事、すべての願いが、だからどんな願い事を叶うかわからんから、もうすべての願い事に通用するものさ、うん、でやるしかないだろう。基本的にどんな石とかなんか当てはあるんですか。でかい石かなんぞ。あれ、色紙は見えるところに飾っといて、その石はどうすればいいんですの。僕なんか巾着袋みたいなのに入れるの。いや違います、僕ここに引っ掛けれるように置いて作りときますから。ストラップをここにぶら下げて送りますから。めっちゃ手間かかってるやん。そう、すごいな。100均で何本かかってるストラップにここに石つけて、ほんでこうやって立てていてくれれば、こうやってね、うん、じゃあ石なくす必要はないな、うんうん、心配はないな。で、石は絶対触らないでね。あら、うん、なんか、こんな石なんだって軽く触るのもダメ。もう絶対やめて。本当、石触るのはやめてほしい。これ自体他人には触らせないように。これ封を開けるのは本人だけ、これだけは守って、本人だけだよ。こうやって無意がもらってやったーってなって見るって、その誰かにそのうっかり触らせるのもダメ。ダメ、絶対ダメ。うん、それだけはやめてほしい。そうだ、それ言ってかんのか。他のなんか注意点あります、うん、他に触らせちゃダメ。ニタさんじゃないわ、花さん、小包が届きましたーつって、これが来るとすると、うん、花さんだけ荷物受け取りの時点から。荷物自体はもうカバーに入っとるで別に構わないけど、はい、封を開けてこれを取り出すときは本人のみ。英子さんなら英子さんだけ、うんうん、森さんなら森さんだけ、うん、愛子さん愛子さんだったら愛子さんだけ。うん、ストラップもね、ちゃんと後ろにテープつけて落ちんようにしてきますもんね、僕が。うんうんうん、そうそう、はい、皆さん本当にこれ、はい、色紙の視聴者プレゼント、新年のなんか嬉しくなさそうなプレゼント、これあげます。お年玉、お年玉な、必ずいいことが起きるように、うん、念を入れて、そしてパワーストーンつけて送ります、約束します。